第4章極道の証明。3年前、カムロ町。おう兄弟。おう、例のあれ持ってきたんやろな。ああ、まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁、1丁につき6発撃てるとして36発は発射できる。36発か。相手は上野義春とその場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して何のつもりなんすか、柴田。単刀直入に言います。今日の上野義晴の襲撃、真島さん行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義晴を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば堂島組長や島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってんねや。じゃあ俺はどうしたらええんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせえっちゅんか。落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構えへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。下で真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけどここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください、親父。you
またろくに寝られんかったか。仕事いかんとな。今の俺にできるのはこれだけや。ん？ポケベルか？レック判定に来いね。なんかこの辺落ちそうよね。こっち裏から行けたいな。ちょ取りはしない。なんかあるって思って押しちゃった。グランドの方ね。よし、キャバレーに帰ろう。支配人おはようございます。昨日はオデッセイとの交渉本当にお疲れ様でした。俺は俺の仕事をしただけや。あとはお前らの方で店盛り上げてくれや。でもどうして先に行ってくれなかったんですか。まさか望みの他に二人も来るなんて聞いてませんでしたよ。え？二人？望みには劣りますが、どっちも経験豊富なベテランな、集客力は抜群。前の店の客をそのまま引っ張って来てくれそうです。うちからも何名かトレードで出したとはいえ、こちらに有利な条件であることは間違いありません。昨夜の交渉、ずいぶんうまくいったんですね。まあ、そこそこ準備していったからな。それさえしっかりしてあれば、あとはぶっつけ本番でもなんとかなるもんや。さすが、真島支配に夜の帝王の名は伊達ではありませんね。どうやら、俺が思っとった以上に交渉がうまくいったみたいやな。せやけど、もっと痛いところついていたら、他にも女くれたかもしれんの。事前に情報を集めるなり、店内で荒探しするなり、手札がもっとあれば、ちごたかもな。まあ、今さら言うてもしゃあない。よしとしとこ。さて、それでは早速シフトについて決めていきましょうか。ああ。支配人、お電話です。あの、オーナーだって言ってるんですけど。わかった。何の用や。お疲れさん。お前ちょっと今から出られねえか。な？いやさ、お前と飲みたくなってよ。どういう風の吹き回しや。あいにく、あんたと酒飲むくらいなら、自分のしょんべん飲む方がまだマシや。やめとけ。あんまりうまいもんじゃねえぞ、あれは。店は下の連中に任せとけば一日ぐらいはなんとかなんだろう。俺は明日場公園で待ってる。早く来いよ。おい、オーナーからの呼び出しや。いつ戻れるかわからんから、あと頼んだで。え、わかりました。主任にも伝えておきます。すまんの。タバ公園、やつに似合いの下品な場所や。遅れたら何言われるか分かったもんやな。急いで向かうとしようか。こっちから出て、ここにいる間ね、走ったりできひんのな。よし、ちょっと話進んできたかな。ね。片川さんとか行こうか。ここにおるからね。おう。こないなとこに呼び出して何の用や。そう構えるなって。
お前と飲みたいだけって言ったじゃねえか。ほら座れよ。何にせよまずは一杯やってからだ。大将、こいつにも適当に見繕ってやって。いい。こんなご時世だ。10万するフグの解析だの、100グラム1万の松坂牛だのなんだの、高えもんはあらかた食ったけど、こんなボロい屋台の80円の大根が一番うめえ。金ってのは一体何なんだろうな。お、なんだよ、最初の一杯っきり全然飲んでねえじゃねえか。あんたが横におって気持ちを飲めるか。もう2年にもなるか、お前との付き合いも。なのにそういう反抗的なとこは変わんねえな。あの島野の兄弟がなんでお前みたいなやつを生かしておいてるんだか。まあわけわかんねえよな。極道の世界で親に逆らったやつは必ず相応の報いを受けるもんだ。破門、絶縁、その辺ならまだいいが、ひでえ時には人知れず殴り殺しにされることもある。お前は穴ぐらい切っていう、その最悪のケースを踏んじまったはずなんだ。だが穴ぐらでの拷問に1年間も耐え抜いたお前を島野はあそこから出した。耐えたお前のたくさも信じられねえけど、何より一度穴ぐらに落としたやつをあの島野が救うとはな。だが島野がお前を許したかといえばそうでもない。穴ぐらから出たお前は破門も絶縁もされずに極道の世界から追放された。そして大門違いの兄弟分である俺にお前を預け、仇として飼うように指示をした。武闘派と呼ばれる島野がなんでそんなに回りくどいことをしているのか、奴の目的は一体何だろうな。さあ、俺が聞きたいくらい。案外理由は単純で、ただ単にお前のケツの味が忘れられないだけなのかもしれねえな。なんだよ、つまんねえやつだな。そうだ、一つお前に聞いてみたかったんだ。なんでお前そんなに登場会に戻りてんだ。お前みてえな跳ねっ返りがこんな罰に耐え続けてまで。冴島大河だっけか。お前が登場会にいた時の兄弟分だっけ。そいつのためって言ってたよな。18人殺しの冴島大河か。当時は大騒ぎになったもんだ。登場会と敵対していた地元組織上野清和会の会合に単身襲撃。
結果相手組員18人を射殺したんだからよ。登場界の生ける伝説、こっちでも随分話題になったけど、その冴島も今や無所の中、18人もやったんだ。あとは死刑判決を待つだけだろ。なのにお前はそいつのために登場界への復帰を望んでいる。そこが分かんねえんだ。兄弟は塀の中で死ぬような弾やない。あいつは必ず戻ってくる。俺を殺しにな。殺しに？いや、何でもない。もう過去の話や。とにかく俺はどんな目に遭おうが、どんな屈辱に遭おうが、登場界でのし上がらなあかんねん。はあ、なるほどね。そうやって帰ってくるはずもない兄弟分の帰りを待ち続けてるってわけか。登場界に戻って冴島が戻ってきた時の席を用意する必要があるっつ。泣ける話じゃねえか。あんたには関係あらへん。まあ俺も大門違いとはいえ、島野の兄弟には仲良くさせてもらってるからな。でもまあ俺だったら自分の人生の全てを捨ててまで他人のために生きる道を選択する気にはなれねえな。お前もいい大人なんだ。もっと器用に立ち回ってもいいんじゃないのか。まあいいや、お前が俺に言われて素直に入って言わない男なのは分かってる。じゃあお望みの本題に入ろうか。お前、人を一人殺せるか？殺し？ああ、そうだ。なんで俺がそんなことを言ったじゃねえか。極道に戻れるなら何でもやるってよ。違うのか？そないなことせんでも俺は店の売り上げあと5億上げて極道に戻る。オデッセイから望みを引き抜いてか？もう知っとんのか。けどさ、もし俺がオデッセイに連絡すりゃその話今からでもなかったことにできるんだよ。なんやと？まあつまりお前の未来は俺の手の中にあるってことだ。金儲けさせた上に人殺しまで手伝いっちゅんか。どっちも大事なことなんだよ、俺にとってもお前にとっても。誰をやればいいんや？牧村誠、聞いたことないか？誰やそれ。知らないか？最近蒼天堀で荒稼ぎしてる売春組織の元締めだ。売春？牧村はそこらの女子大生やら若い女を捕まえては稼がせて、その上がりを吸い上げてる。その上組織から逃げ出そうもんなら見せしめに赤ん坊の産めねえ体にされるってよ。相手がクズでよかったな。やりやすくなっただろ。その牧村って男はどこにおるんや？それを調べるのも仕事のうちだ。牧村は女たちにテレクラで男を釣らせてる。探るんなら末端の女どもから当たるのがいいだろう。テレクラで牧村の息のかかった女を探すっちゅうことか。仕事の期限は2日だ。それまでに的を仕留めろ。もしそれを超えた場合、今度はお前が狙われる立場になる。いいな？そら楽しみな。殺しの方法はお前に任せる。仕事を終えたらこの番号へかけろ。分かった。真島ちゃん、最後に確認しておくぞ。殺しに人数や相手は関係ねえ。一人殺そうが、18人殺そうが、成人を殺そうが、クズを殺そうが、人殺しは人殺し。やった瞬間、真っ当な人生には二度と戻れなくなる。街を歩こうが家にいようが、人を殺したっていう記憶が頭から離れなくなる。
極道の先輩として忠告しておくけど、殺しなんてやらないで済むならその方がいい。当たり前だよな。でもお前はてめえの目的のために見ず知らずの誰かを殺せるか。うるさいわ。どっちみち人の一人殺せんやつは極道として半人前や。やったるわ。そうか。ごちそうさん。こいつの分もこれで。あとは好きに飲んでくれ。あ、ガンもうまいぞ。食っとけ。じゃあ頼んだよ。牧村誠。これはチャンスないな。俺が極道に返り咲くためのな。時間はまだある。焦って失敗したら最悪や。本格的に動くのは明日からにして、今日はもうアパートに帰ろうか。さあと戻ってきたよ。よいしょ。朝まで休みますか。はい。牧村誠を殺せか。まずは居場所をつかまんことにはどうしようもない。田川がテレクラで牧村の息のかかった女を当たるのがええ言うてたな。ほんならまずはテレクラに行こうか。